クジラジャパン PR 大使ニタリスノコです。皆さんカレーは好きですか？私は大好き。一から作ったカレーもいいですけど、温めるだけで簡単に食べれるレトルトカレーもとっても美味しいですよね。そんなお手軽に食べることができるクジラのレトルトカレーをゲットしました。今回はこちらのレトルトカレーを食べて食レポではなく、クジラのレトルトカレーを使ったとっても美味しいカレーパンのレシピを紹介、そして食レポしちゃいますよ。クジラのカレーを使ってカレーパン想像しただけで美味しそう。ではでは早速作っていきましょう。材料はこちらです。ホットケーキミックス 200g、 とろけるチーズ適量、レトルトカレー1袋、大さじ1の水で溶かした小麦粉大さじ1、卵1個に牛乳または豆乳60から 70cc、 パン粉適量。まずは小麦粉と水を混ぜ合わせたものにレトルトカレーを混ぜ、レンジで1分、取り出したら混ぜてさらに10分冷ましておきます。次にホットケーキミックスに溶き卵の3分の2の量と水を加えて手ごねします。ひとまとまりにして6等分、麺棒でコロコロ丸く伸ばしていきます。あとはチーズと先ほどの冷ましたカレーを乗せて包んで、残りの卵でパン粉をつけて160度の油で揚げたら完成です。じゃあいただきます。一口目がルーまでたどり着けなかった方、ちょっと生地が厚かったかな。みんなはもう少し生地伸ばした方が良いかも。ほえー、でも生地はホットケーキミックスを使ってるから甘くてカレーとの相性がバッチリです。チーズのとろける感じが濃厚で美味しくて、これは食べ過ぎに気をつけなきゃ。ほえー、そして肝心のいただいたクジラカレーのお味はというと、なんとあのキッチンカーのクジラカレーの美味しさそのものでした。ほえー、やっぱりお肉の塊を食べた時にはクジラの風味が口の中に広がって美味しいです。ほえー、皆さんが作る場合はレトルトカレーに赤身肉を油で炒めて入れてくださいね。今回のクジラのカレーパンいかがでしたでしょうか。これからももっといろんな料理を作っていこうと思いますので、この動画が面白いと思ったクジラ好きのあなたはチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。それではクジラジャパン PR 大使ニタリスノコでした。